先生、こいつついさっき銃で撃たれたんだ。止血しても血が止まらなくってよ。なんとかなるかい？邪魔、そこどいて。貫通してる。これで死なないとこ見ると、血管や内容物は無事なのね。あと、止血下手すぎ。とにかく早急に手術する必要がある。かなで、こいつ担架でそっちの部屋運んで。楓です。あ、はい、ただいま。もう、どうして私がこんなことに。はぁ、散財しちゃったなぁ。今月これだけで足りるかなぁ。いや無理無理。なるみちゃんの食費代差し引いても足りないよね。どう考えても、サラちゃんに頼ることもできるけど、なるべく負担かけたくないしなぁ。私のバカ、3万までって決めてたのに、どうしてあそこで爆買いしちゃったのよ。新刊出してくれるのは嬉しいけど、でも皆さんが一斉に出しちゃうとさぁ、消費者からすると困るのよねー。どうしよ。来月冬込みじゃん。資源足りないよ。というか今月に限ってバイトのシフト少ないよ。来月多分生活費だけでいっぱいいっぱいだよ。はぁ？何か手っ取り早くお金を稼げる方法ってあるのかな？はーい、みんなの可愛い教授リリお姉さんだよ。あっせい楓ちゃん、今日はいつにも増して元気がないねー。もしかしてせい、この際教授でもいいや。私の悩み聞いてもらおう。せめて仕方がないかみたいな雰囲気は隠そうな。で、どしたどした？実は、私今月。ああね、なるほど。それならこのリリお姉さんに任せなさい。いやまだ私何も言ってないんですけど。事情は大体察したわ。とにかく私に任せてちょうだい。本当ですか？なんだろう、とても頼もしい言葉なのに全然頼もしくない。え、早速今夜から入ってもらいましょうか。もちろん今夜の予定は空いてるわよね。あの、先に言っておきますけど、水商売とかそっち系の仕事は勘弁してくださいよ。え、まさか本気で水商売させようとしてました？はっははまさか、教え子に私がそんなことさせるわけないでしょうが、人聞きの悪いこと言わないでよ、まったく。あっこれ本気でさせようとしてた感じだ。はぁ、あ、ならどうしたもんかねー。あ、ちょうどいいのあったわ。楓ちゃん、3日後暇でしょ？3日後ですか。その日は溜まっていた提出課題をやりたかったのですが。うん、そんなのどうでもいいから後回しにしなさい。教授の馬鹿げたような課題だってあるんですよ。あ、それは死んでも期日までに提出しなきゃダメよ。でも、それは別の日に死ぬ気でやんなさい。私その日ぐらいしか用事でそこ行かないから、少し都合を合わせていただければお姉さんすっごく助かるのだけど。そうですね。わかりました。いい子ねー。まあ楽しみにしてて。きっと楓ちゃんにとって有力で貴重な体験ができると思うわ。あの、職務内容とかって？言ってのお楽しみ。はい、こっから少し歩くわよ。いや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 、その職場どんだけ物騒な場所にあるんですか。この場所すごく治安悪いんですよ。仕方ないじゃん。この場所に建てちゃったんだから。やっぱりいかがわしいことさせるんでしょ。エッチはほんと無理ですよ。マジ NG ですよ。ま、いかがわしいってことは否定しないわ。やっぱり、私、帰らせていただきます。まあまあせっかく来たんだし、ちょっとくらいいいじゃないの。せめて見学くらいしてってよ。運が良ければ面白いものが見られるかもよ。え、なんですかそれ。秘密。それは自分の目で確かめなさい。わかりましたよ。見学くらいなら行きますよ。そう来なくっちゃ。ここ、ずいぶん雰囲気いいでしょ。そうですね。肝試しにはもってこいの場所ですよ。だよねー。じゃ、入ろっか。てか地下じゃん。ビルだったのに下るんかい。表札に地下に何があるか書いてあったっけ？面白。ちょっと切れ気味じゃん。表札見たんならわかったと思うけど、1階は喫茶店、2階はミリタリーショップ、3階はジャンソーよ。今も全然営業してるみたいだから、行きたけりゃご自由にどうぞ。行きませんよ。到着でーす。長旅お疲れ様でしたー。看板もなんもないじゃないですか。ほんとここ何のお店なんですか。知る人ぞ知る名店って感じかな。行けばわかるさ。教授、何かあったその時には、私怒りますよ。もう怒ってるよ。ではようこそ、こちら側の世界へ。驚いた？まあ。予想の斜め上を超えました。え？研究所？元はね。今は別の用途で使ってるよ。あの先だ。はーい、久しぶり。いい子にしてた？あれま？もう、業務中に居眠りなんて感心しないわねー。はーい、起きなさーい。せめて院長の前では仕事してるふりぐらいはしてちょうだーい。なんでいんの？第一声がそれかい。そりゃもちろん、院長なんだからたまには様子見に来るでしょ。あんたまさか、大事な収入源を昼寝したさに追い返してないでしょうね。多分はやってるよ。そいつ、誰？あ、紹介しまーす。今日からうちで新たに働いてもらうことになった二階堂楓ちゃんよ。いや、まだ私働くとは言ってないです。ほーら、挨拶挨拶。あ、はじめまして、二階堂楓です。よろしくお願いします。別に必要なくね。あたし一人で足りるでしょ。下請けされた。書類。私の見立てではこれからもっと忙しくなるんです。あんたも挨拶くらいはちゃんとしなさい。ごめんなさいね。気難しい子なのよ。いえ、そろそろ説明の方を。そうね、そろそろしなくちゃね。
もうお気づきかもしれないけど、ここは私が経営している病院よ。まさかだとは思っていたけど。本当に？イエスって、職員はそこにいるメッシュ一人だけ。はい。名前は東雲アジサイ。歳は本人も知らない。でも見た目的に楓ちゃんと近いんじゃない？意味わかんないですよ。自分の歳知らないなんて。いろいろと訳ありなのよ。趣味は昼寝に麻雀、それと手術。見ての通り結構な堅物キャラで、初めは反りが合わないかもしれないだけど、まあ、楓ちゃんならそのうち仲良くなれるんじゃない？そうですかね。あと、服のセンスは最悪。あ、そうでしょうね。あ、今なんつった。ごめんなさーい。楓ちゃんにはこの子のお手伝いをしてほしいのよ。お手伝いって、具体的には何をやればいいんです？そうねー。何をお手伝いすればよろしいでしょうか、ぐーたら姫様。雑用？だ、そうです。だから漠然としすぎてますよ。ははは、まあそのうちなれるなれる。それでお二人さん、仲良くやってなさいな。いや、どこ行きですか？まだろくに説明してもらってないんですが私。することはそっちのメッシュに聞いてよ。私ここでのやり方なんて知んないからさ。それでもあなた人に物を教える立場の人間ですか？私はみんなの教授なのさ。今日も午後から困った教え子たちに教えを解かなきゃならんのよ。それでも、こんなところに連れてきておいても責任ですよ。まあまあ落ち着いてよ。ちゃんと給料は出るよ。しかもかなり高級だよ。これ。ふえ？前払いだ。先に渡しとく。3万、嘘でしょ？こんなにいいんです？もちろん。その代わり、チャーアンとアジサイの言うこと聞くんだよ。えへへ。まあ、任せてください。いい子でよかった。アジサイ、あとよろしく。メイガスメ。余計なことを。は？頭の中混乱してるな。一体何やらされるんだろう。キラ。はぁ、仲良くなれそうな雰囲気じゃないよね。おい。あ、キャイ？何ですか？あんた、あいつとはどういう関係なの？あいつって、天塚教授のこと？ただの教え子と先生の関係だよ。そう？アジサイさん、は、教授とは長い付き合いなの？何詮索しようっての？いやいや詮索だなんて、私はただあなたのことが知りたいだけだよ。仲良くなる上で。キモ。そう言わないでよ。ただの腐れ縁だよ。腐れ縁か。一体どんな縁があったの？大したことない。あいつが私を拾ってくれただけ。そんだけ。そうなんだ。あの、自分の歳を知らないって言ってたけど、ちゃんと学校とかには行ってたんだよね。というか。って、あれ？今も通ってる？通ってるんだよね？でも、医師免許。ほえ、アジサイちゃん。もちろん医師免許の方はお持ちですよね？ない。ないよ、そんなもん。それは、犯罪なのでは？そうなんじゃね？知らんけど。知らんけどじゃないよ。思いっきり犯罪なんだよ。うっせえな。だからこうして隠れて営業してんだろ。バレなきゃ問題ないんだよ。それじゃまるで闇医者じゃないですか。うん。そうだよ。待って。じゃ何？私、なんか悪いことに首突っ込んでるの。先生いるか？大変なんだ。すぐ来てくれ。昨日に引き続き今日もか。最近物騒ね。休館かな？こんなところにでもお客さんは来るんだ。こいつの血液型は？ B 型だ。そう。香り、そこの F って書いてあるボックスから輸血パック取って。だから楓だよ。そんなことより、手術って、そんな、あなたがやるの？他に誰がやるってのよ。それともあんたが代わりにやってくれるの？まあ黙ってみてな。これくらい大したことないから。そういう問題じゃないよ。ダメだよ。医師免許もないのに手術だなんて。くどい。さっきも言った。バレなきゃ問題ないって。バレた時がやばいんだよ。ねえお願いだからやめよ。なら、こいつ見殺しにしてもいいっていうの？医者の端くれならわかるでしょ？こいつ明らか血が足りてない。もうよそに回す猶予なんてもんはないわ。どいててくれる？早く手つけないと治せるもんも治せないでしょ？ごめんなさい。あの、私も何か、手伝えることって。ごめん。邪魔しないよう向こうに行ってるね。輸血の準備。ポケットしないで。輸血の準備お願いって言ったの。隣の部屋に物があるからこっち持ってきといて。うん、わかったよ。これが、彼女との最初の出会いでした。